つくば山高速鉄道線は、茨城県つくば市の宮脇駅から、つくば山町駅に至るつくば観光鉄道のケーブルカーである。通称は、つくば山ケーブルカー。関東地方では、箱根登山、ケーブルカーに次いで2番目に古いケーブルカー路線である。つくば山の西方の峰、南大山を登る路線で、宮脇駅は、つくば山中腹のつくば山神社拝殿脇に、 筑波山頂駅は南台山山頂近くのみ行が原にある。線路は途中西方へカーブしており、南高寺を用した半霊岩のトンネルを通過する。また、筑波山頂駅近くには駒展望台がある。12角中の3階建ての建物で、屋上は展望台だが、レストランのある2階が円形となっており、360度の景色を見渡せる。 かつては回転レストランとして営業していたが、現在は回転していない。ケーブルカーでは、車内電源用として架線が張ってあることが多いが、道路線は近隣にある気象庁知事機観測所での知事機観測に影響を及ぼすため架線を張らず、車内電源は車載の蓄電池によりまかなっている。ただし、駅構内にのみ、交流1 0 0トの第三機場を付設し、 自動ドア作動用の電源としている。20分間隔で運行。他客時には連続運転を行う。宮脇つくば山頂間の所要時間は8分。始発は9時前後、周発は17時前後であり、季節、曜日により異なる。旧塗装時代現在の車両は3代目で1995年に、大英車両で製造されたものであり、定員は106名である。は、 筒ツツジとモミジであったが、2005年2月頃に塗装を赤色と緑色に変更し、同時に相性も筒ツツジを若葉に変更している。旧塗装は親会社である京成電鉄の3400型に似た白地に赤と青帯の塗装であった。開業時に導入した初代車両は AAB の2両で、車体が日本車両製造製の木造車体、台車、 非常制度装置はテオドルベル製であった。戦後の再開時に導入した二代目車両は番号が同じく AB で筒字モミジ、もみじの相性がつき、塗装は京成電鉄の赤電に準じたものだった。宮脇駅筑波山町駅、宮脇駅ではパスモを含む交通系、IC カード全国相互利用サービス対応カード9種類により乗車券引き換えが可能。 両駅とも直接連絡している、鉄道路線はなく、バスなどによる連絡となる。交通アクセスは、筑波山の項目も参照。今尾圭介監修、日本鉄道旅行地図帳3号関東1、新庁舎、2008年、P40 軽鉄協会、知られざる鉄道 JTB、1997年、P184、鉄道免許上カフ、 官報1922年11月18日、ABCD 国土交通省鉄道局監修、鉄道洋欄電気車研究会、2019年10月、令和元年度、186ページ。ISBN 978から4から885481321。鉄道省鉄道統計資料。大正12年度、地方鉄道運輸会し、 漢方1925年10月21日、ありがとうございます。